ケルン中央駅は、ドイツ、ノルトベストファーレン州ケルン行政管区ケルンにある、ドイツ鉄道の主要鉄道駅である。主要都市と結ばれ、フランクフルトアムマインとは、ケルン南部から始まるケルン、ラインマイン高速線を開始、アイスが高頻度で運行されている。ライン側右岸からの列車は、三腹線の方エンツォレルン橋を渡り、続く急カーブを曲がりながら進入する。 旧駅舎コンコースケルン中央駅のアイスプラットフォームから見た大聖堂ケルン中央駅は1859年にラインガーにかかるドーム橋の開通と同時に開業する。当時ケルンには5社の鉄道会社があった。ケルンにどのように駅を作るかなどがいろいろと議論の対象となっていた。駅の容量がいっぱいになり拡張が決定すると1894年に ジョージ・フレンツェン設計のゴシック様式の新駅舎が誕生する。プラットフォームの数も増え、規模も拡大し、中央駅としての定裁を整えた。ケルン中央駅の発展とともに、ドーム橋では不十分となり、1911年、同じ位置に法園ツォレルン橋が架けられた。第二次世界大戦中の1944年に爆撃の被害に相見るも無残な姿になってしまったが、 戦後大規模な改築工事が5年間の期間でなされ、1957年に現役者が誕生する。ケルン中央駅のホームは、ドイツ一美しいと言われる場合もあり、ライン側に向かって狭まっていくのを解決するため、左右対称の曲線ではなく、幾何学的なデザインが採用されている。また、ケルン大聖堂との調和を図るために、様々な考慮がなされた。 フランクフルトアムマイニエの高速新線開業に向け駅の改修工事も進められた。通過式構造で11線の線路が敷かれており、規模の割にコンパクトにまとまっている。1日あたりの利用客数は25万人で、ハノーファー中央駅やデュッセルドルフ中央駅などと同規模の旅客数で、ドイツでも有数の旅客駅であり、21あるカテゴリー1の駅のうちの一つでもある。 大聖堂とライン川駅はケルンの中心部にあり、ケルン大聖堂にほど近い。ライン側に架か,かる鉄道橋方園ツォレルン橋には歩行者用の通路があり、歩いて渡ることができる。橋の400メートルほど先には主要駅ケルンメッセドイツ駅がある。ケルン中央駅には IATA コードが付けられている。ルフトハンザドイツ航空とドイツ鉄道。 フラポートとの共同で行っている列車サービスエレイルを拡大し2003年1月15日よりケルン・フランクフルト路線に導入した。ルフトハンザのネットワークに組み込まれているエレイルは2001年3月にシュトットガルト・フランクフルト間で開始された蒸気3車による共同プロジェクトでアイスをルフトハンザの便名で運行するサービスである。 高速新線の開業により所要時間が大幅に短縮された区間の航空便の運行を減らし代わりに列車を使うことで環境への配慮や旅客の利便性が図られている。ケルン中央駅で手荷物を最終目的地まで預け、フランクフルトからの接続便の搭乗券を受け取るまでの全ての搭乗手続きが可能になりスムーズな移動ができるようになった。 h t t p h p e 1 c y b r s t a t i o n n e j p a p s l 8 l h h t m h h t t p s w w w a n a c o j p i n t f ラッシュ,スラッシュ h p c. N. J p a s s index.html ありがとうございます。